つもり？漆黒の堕天使。どうやら立夏を天使であると中二病的に判断した七宮は制服からこの学校を割り出し会いに来たらしい。まさかまだこじらせていたとは。調子に乗るでないです。次こそは仕留める。やめろ。悪いけど今日は先帰るな。はい。ナナちゃんに七宮を送っていけって言われたんだよ。んじゃあ再会を祝して死後の世界の杯を組み交わそうよ。違う。はいはい、ジュースでな。じゃあお前ほんと変わってないな。ゆうた、たった今祈祷した大至急法。まさかこうもあっさり侵入を許すとは。この程度の結界で私を止められると思った？ソフィアちゃんの魔法を甘く見ちゃダメだよ。暴れるな。なんで私だけ？リッカ、早くカバン置いてこいよ。今日七宮の両親仕事で遅いらしいし、ここで夕飯食べていくからさ。いいだろ？嫌ならここでどっちが上級魔法少女か決めてもいいよ。いいからやめろ。聞くね、勇者。まったくお前は。それで蛇王神軍はどうしてここに？敵に話す必要はない。あのな、リッカちゃんもともと上に住んでたんだ。でも手違いで住むところがなくなっちゃって。え？じゃあ現世に拠点がなくさまよっているんだ。すごいじゃん。闇のものならば当然。そもそもこっちの世界においては存在していない時間も多い。ここに今日構えているのもあくまでユータとの契約があるから一時的なものに過ぎない。居候の割に上からだな。契約って？蛇王神官による契約。育成層の時を経て結ばれている。そうなの？いや、まあ契約っていうか付き合ってるんだよ二人。え？クズハ！あくまで契約。付き合っているなどという一般的なことではなく。そうだ、それにそもそもクズハは勇者。よかったじゃん、だから近っ。共に旅するパートナーができたんだよ。それも最強の蛇王神官。分かった分かったから離れろ。蛇王神官何？勇者とは何を目指すの？その目的は？元々の目的は不可視境界線の発見。それは二人の力によって成し遂げられた。故に今はユータの中の暗炎竜を目覚めさせること。暗炎竜？俺は必要とした覚えはないけどな。ある。ユータのスピリットソウルはそれを求めている。あのな。暗炎竜か、なるほどね。応援しているよ蛇王神眼。勇者、そろそろ帰るね。え、もうかよ。うん、ソフィアは天使との戦いに備えなきゃいけないからね。なんだよそれ。勇者。おい七味や。昔からの癖なんだよ。七味やにとっては挨拶みたいなもんなんだって。花が。そう、花が。花が。わかった。じゃあ契約を結ぶよ。もう、立夏以外の女の子には近づかない。本当？ああ。そして、これから待っているであろう新たな面倒の予感に不安を覚えながらも、立夏ともう一歩だけ近づくことができた喜びに、迂闊にも浸ってしまっていた。50コンボ！はい！はい！私、輝くわらくろをムーボンしてた。あなた！あなた！ゆうた、ゆうしゃ。それって、もしやダークフレームマスターは暗黒面？違う！ごめんごめん、つい昔の癖が出ちゃったよ。勇者
とジャオシンガンは恋人の契約で結ばれているんだったよね。これは回避よ。なんだそりゃ。またね。で、ちょっと、いちょっとです。多分お前が想像してるようなものは一つもないと思うけどな。まあ時間もあるし、そんなに。お前、七味や。勇者。勇者じゃん。勇者。あ、ごめん。だってこんなところに勇者がいると思わなかったから。それはこっちのセリフだよ。やめろ。中学の頃ちょっとファンだったアイドルがいてさ、もう引退したんだけど、その画像データを一色が持っててさ。トガシ君、アイドルとか好きだったんだ。いいだろ、なんでこんな話をお前らにしなきゃいけない。一時はどうなるかと思ったです。ゲルゾニアンサスが真の暗黒面に落ちたと思ったです。あんたが勝手に妄想膨らませていただけだけどね。何言ってるですか。デコモに何も言ってないです。言ったも同然じゃない。顔真っ赤にしてプリミティブ。どんぐりです。まあでも中身も分かったし、これでよかったね。そうね。いいわけ。あっ、ピコちゃん。マスター、ソフィアは知ってる。かつてユータが心を奪われていた女。うん、確かにそれっぽい人はいたよ。本人は絶対認めなかったけど。ふん、すでに俺は一般人が抱くような恋愛感情など捨て去っている。そう、全てを混沌の彼方に。それが何だというのだ。それがダークフレームスケベマスター。ってほどじゃないよ。たまに写真とかチラチラ見ていただけ。勇者だって男の子だもん。今だってエッチな本とか時々見てるんでしょ。それとこれとは別。あの女は私と契約を結ぶ前からユータの心を掴んでいたのだ。ダメなの。ダメ。どうして。今はジャオシンガンの契約者なんだからいいんじゃない。ダメ。だってここら辺がムカムカする。あーってなる。あーってなー。ジャオシンガンは欲張りだな。ん、そうなのか。でもいいことなのかもね。いいこと。ユータ。リッカ、お前しか見てないよ。ユータ。心配するなって、お前しか見てないから。ユータ。だから付き合わないって言ってるだろ。なんという手ごわさ。すべてお見切られている。当たり前だ。何度お前らと戦ってきたと思ってるんだ。ならばなぜ戦わないのです。最近ゲルゾニアンサスとしての自覚が芽生えてきたと思っていたのに。芽生えるかそんなもん。リッカ、お前がちゃんと謝るまで許す気はないからな。最近甘い顔しすぎたって反省してたくらいなんだから。なんという上から目線ですか。持っててよかった。行くぞ。ユータ、関節傷。今それどころじゃないだろう。七味屋だ。やはりデコモリと二豚には。しばらくって言われてもな。あ、なんだよ。デコモリと関節傷した。そここだわるかよ。